呪文は、日本の政治家。滋賀県長浜市長。元衆議院議員。滋賀県東屋財軍虎姫町生まれ。1973年3月、龍谷大学法学部卒業。同年6月、衆議院議員の秘書となる。1980年、川本角造参議院議員の公設秘書となる。1996年、 白川勝彦自治大臣の秘書官となる。2003年、小賀誠の政策秘書となる。2005年、第44回衆議院議員総選挙に、滋賀2区から自民党公認で立候補。選挙区では、民主党の田島一世に敗れるも、比例近畿ブロックで復活し初当選した。2009年、第45回衆議院議員総選挙に、滋賀2区から自民党公認。 公明党の推薦を受けて立候補するも再び田島に敗れ落選。2010年2月14日に行われた長浜市長選に無所属で立候補。現職の川島信也を破り初当選。3月5日市長就任。2014年日本維新の開港人の石井幸子を破り再選。2018年2月25日に行われた市長選で 元市議の中川勲を破り参戦。2018年3月、週刊誌が藤井と女性の不適切交際を報じた。同年5月、市民などが藤井のスキャンダルにより精神的苦痛を受けたなどとして、総額約3650万円の損害賠償を求める訴えを大土地裁長浜支部に起こした。不倫相手の女性が、長浜市が多額の税金を貸し付けている。 第3セクターが運営する飲食店の幹部に抜擢されたこと、女性がそれを市長に仕事を紹介してもらったとして友人に話していたことなどが報じられる。2019年2月25日、長浜市議会は藤井に対する辞職勧告決議案を賛成多数で可決した。採決の結果は賛成12、反対9、退席者3、欠席者1だった。 ありがとうございます。